なんか飲み物が欲しい。何に合うかを一緒にむしろ合わせようか。このポキに合うドリンク、うん、もうこんなん合うよ、決まってんじゃん。酒もなしでしょ。あ、酒なし。酒も入れる。あ、じゃあ酒なしでしょ。え、もうそんなの当たるよ。 OK、 せーの、コーラ。やったコーラ。いやいや、なんだって俺コーラだもん、結構。でもコーラに合う、辛いし。ラーメンだけなんでしょ、うん、コーラをちょっとだけ。ラーメン屋さんって水をさ、ね、まあでもコーラでもいいんだけど、なんかラーメン食うとき別に水の方がね、わ、うん、かる。中華屋の水はうまいからね。最後にごくごく水飲むっていうか、うん、でもまあ飯の時はコーラでもいいけどね、うん、水でもいいね。カレーなこれ。あ、でも美味しいよ。うまい。ということで、うん、食べたんで、うん、いよいよこの後、うん、設楽さんの3位の場所に。あ、ここから設楽さんの3位ね。あの、歩いていきますんで。徒歩で。あ、歩く、はい、どこなんだここ実際。わかんねえんだ俺。ダウンタウンのですね。では歩いて、はい、いきますか。はい、はい、はい、じゃあ歩きましょう。あ、水もらおう。そんなにミスター浜田。ミスター浜田とは絶対言ってないですよね。知ってるの。あ、知ってる。あら、なんで。日本出身なんで。うん、日本出身なのにオーマイガーって。どうも、撮影してんですよ。うん、はい。すごいリアクションだ。あの浜田君も知ってます？ああ浜田君。あ、知らない。浜田君知らない。大浜だって言ってたから今。お、ま、大浜だって言ってないよ。大浜だって言ってますし。オーマイガーって言ってたから。あ、あ、お、あ、オーマイガーって言ったんですね。すいません。間違えした、浜田君。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。オーマイガー。美味しかった。歩いて俺のベスト3。ほう、スターランキングベスト3、うん、俺この辺来たことないよな、俺は多分な。なかなか来ないよね。そうですね、こっちもう来ない雰囲気ですね。もうなんか大学の中みたいな。おっしゃるアラモアナの先の。ああ、そんなとこ来てんだ。バイクから次にアラモアナの先もちょっと下。これが俺の第3位なんだけどね。違うだろ多分。そうやってもみんな分かんないからさ。違うね。違います、うん、よく気づいたの。いや、俺知ってんだよそういうノリは。俺は知ってんだよ、うん、そろそろぶつかるだろ何かに。大丈夫。ないんだよね。ないね、うん、ヨーロッパみたいだね、このなんか建物が。そう、なんかね、かっこいい。こうやってブラブラ歩くバナナ TV ちょっと久々だね。そうですね、うん、韓国以来じゃない。1回目の韓国は相当悪いだけどね。コンビニ行ったりとかね。1回目の韓国ってそう考えるとさ、今よりもさ、何をするってわけでもなくブラブラ結構してるんだよね。だって流れで屋台で食ったりとか、うん、セブンイレブンがある旅で入るとかね。そうだ、実は内容ないよね。ちょっとまどこ行ってんだろうな。もうオフィス街だね本当。でもね、だから丸の内のあたりにこう似てる ね、 ね、いや、うん、いや雰囲気いいね。あ、これはかっこいいね。かわいいですね。うん、なんか外国って感じ。外国って感じだね。あ、これすごくいい。そろそろなんかぶつかんなきゃいけない。大丈夫これちょっとね。いや、だいぶ危なかった。ね、ミニオンズにぶつかったよ。頼むよ。危なかったよね。え、いや、なんかね、雰囲気いいね。あの街路樹なんかいいもんね。いい街並みですね。そうなんだよ。わあ、なんか本当に。なんだこれ。歴史を感じる。こっち。これいいじゃん。かっこいい通りだこれ。なんだこれ。こういうハワイは珍しいですよね。あ、こういうハワイって珍しい本当に。こんな街並みがあるんだね。こっからあれいいね、この感じも。あ、途中海だったんだ。うん、ね、あ、そうなんだ。どこ行ってんのこれ。設楽さんの3位はここです。バナナエビ。こんなとこ信じれる。あ、この辺全部こういうのかな。、まあ、
わこのアロハとかも高そうだ、ね、これは高